いつも ADMJTV をご覧いただきましてありがとうございます。お供の稲垣です。そして、小林でございます。よろしくお願いいたします。さて、10月12日の火曜日は、ショップチャンネルさんで、2時間、小林さん出演があるということで、時間はね、朝の7時と、それから23時と、はい、まあこれについてのね、いろんなお話は別の回でもしてるのでご覧いただきたいんですが、で、ちょっといろんなまあ商品を、配信はバラバラにご紹介しています。で、今回の配信では、まずこのバッグが、多分これは朝7時の方かな、はい、登場するということなんですけれども、もしかしてまさかしてのこれはオケーションバッグ、そうなんですね。はい。やはり長きにわたり、はい、ADMJ のザ・ベーシックで、はい、多くのお客様から、ご支持得ているものなんですけれども、はいはい、いざという時に探そうと思ってもないもので、うん、もう実はですね、このバッグは某有名百貨店のまあ、お受験スタイルっていうカタログがあるんですけれども、そこにも選んでいただいています。あ、そうだね、そうなんです、はい、そこに実はね入るのはとてもすごく大変なことで、何十年かぶりに新しいもので、そこに掲載していただいた一品がこちらのトートでございます。あ、本当ありそうでないっていう言葉、はい、ありきたりかもしれないけど、もうまさに本当そうなんですよね、これね。探そうと思っても、はい、そのメイドインジャパンで、これだけ ADMJ が、はい、ね、いろんな箔押しですとか、はい、エンブレムを目立たないように、はい、お作りをして、はい、まあ、オケージョンとして就職活動のお嬢様だったり、はい、あとはお受験のお母様たちのバッグとして選んでいただいてるんですけれども、はい、お仕事でもね、このプロであれば、はい、ビジネスバッグとして、はい、いろいろな方にお使いいただいてるんですけれども、うん、そうですね、実際お客様にお会いすると、はい、すごく ADMJ のバッグ好きなんだ、欲しいんだけど、私の仕事、会社のカラーとして、こう華やかな色が持てないのってお声があって、そうですね、そういう方は本当にお勧めできるものになります。色、はい、今私最後にお見せしたのがブラック。はい、で、こちらはネイビーです。で、もう一つこのボストンタイプで、これはネイビー。はい。ネイビーですね。ネイビーです。ネイビーです。それは素材がキオリーノテクノロジー社のリバティソフトを使っているんですが、はい。さん、打ち合わせになかった、はい。リバティソフトの、あ、やる？はい。はい。をやっていただいてもよろしいでしょうか？もちろんです。私がやる？はい。はい。大丈夫ですか？今なんかスタッフの方いらっしゃいましたよ。緊急でしたらば。大丈夫ですか？はい。小林さん貸しますよ。撮影中じゃないですか？撮影中ですよ。撮影中です。はい。大丈夫ですよ。はい。あ、ちょっと本当に喋りかけられてしまいましたね。はい。それではちょっと、それは後にしましょう。はい。すみません。ネイさん、すっごい真面目なので、みんな、本気にするんです。というところをカットしないでお届けするのが、ADMJTV です。オケージョンバッグ紹介してた時にしまった。ごめんなさい。これ後で、後で。あとで小林さん、逆のまま、あれの方が良かったかな、くるくる。見えない、見えないね。とうとうちょっと私がお預かりしましょうか、はい、さん。すいませんでした。すいません、お願いします。こんな実験、実験くんまで。さんにやっていただいて。はい、大丈夫ですよ。楽しいですよ。これが、はい。リバティソフト。リバティソフトというか、キオリーのテクノロジーでした。やっていいんですか？格子側を見事に表現したね。はい。この、きめ細かい表面、はい、まだどうなるか私も見たことがありません。私も知らないよ。リハーサルなしです。どの辺ですか？この辺でいいですか？この辺に。普通リハーサルしますよね、こういうのって。本当に平気？おそらく。おー。お、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 本当だ！すごい弾いてく。何これ？要するに上のリキッドフィルム。拭くものはあるんですか？すいません。その拭くものまで。はい。じゃあちょっとティッシュいただいて。はい。はい、リキッドフィルムをコーティングしているので、はい、それで皮に染み、こう立体的、あ、すごい。プルプル。ほらほら。こうなっても流れても、ほら、わかります？本当だ。こういうこと。こういうこと。こういうことよね。はい。雨降ってきた つるつるですよ。はい。すごい。もう吹きますね、これ。ありがとうございます。ええー。
これすごいね。本当にすごいね。うん、なあ、もう平気。いやー、これが、別に撥水加工しているわけではない。ないんですけど、もう、はい、要するに、はい、まあ、フィルムでコーティングして、リキッドフィルムなので、はい、私も現場見てきたんですけれども、リキッドフィルムでコーティングしているのが、撥水加工があると認められているので、まあ、こういう素材で、だから雨が降ってね、ちょっとこう、なんか、いざという時雨降りませんか？わかります。本当そういうものなんですよ。そういうもの。ね、うん。まあ、雨が多い。そうすると、こう、ちょっとバッグが、なんか湿ってる、あるいはちょっとシミっぽくなってしまってる。はい、それも、実はそのお受験バッグであったりとかすると、はい、お子さんのことを、例えばそれが三者面談のような形だったりとかした時に、はい、あの、お子さんだけではなくて、試験官の方たちはお母様の方にも目を向けられていると、はい、そこをすごくやっぱり考えて、ものを皆さん選ばれるんだそうですね。はい、なので、身だしなみといった時に、こういうものを新しく一つ揃えること、うん、そして、お子さんのこう身支度に気を取られていても、そっとこうね、ハンドルが倒れずに床に置けること、はい、まあ、そういう要素をしっかり組んだオケージョンバッグなので、あの、以前にも ADMJTV に、出ていただいたクラリティキッズの五島先生からも、推薦のコメントをいくつかいただいてるんですけれども、はい、やはりお母様の身だしなみ、そして、こういうバッグを一つ持っていると、お子様が入学してからも、うん、PTA ですとか、面談の時、参観の時なんかにも使っていただけるので、はい、一つ新しいものを揃えていただくと便利ですよというふうにコメントをいただいています。うん、はい。なんか柔らかいですよね。すごい柔らかいし、まあね、はい、その中ね、こう、色もね、配置されていて、はい、一応ここに。お守りのポケットまで付けられてるのが、はい、こちらのシリーズでございますので、はい、あの、もちろんお仕事をされてらっしゃる方にも、喜ばれているシリーズでもありますから、はい、いろんな広い目で見ていただいて、こちらのシリーズは、多分12日の7時からの回に登場するかと思いますので、はい、もし気になってらっしゃった方、そうですね、ご覧いただくといいですね。ADMJ のお客様で、はい、ま、今すぐ必要っていう方はもしかしたらいないかもしれないんですけれども、やはり周りで、うん、名護さんだったりとか、うん、ね、いろいろ親戚の方で、あ、そろそろとか、うん、なかなかね、探してもないんですって。そうですね。なので、情報として拡散していただけると。うん、そうですね。はい。ぜひ教えてあげていただけたら嬉しいですね。さあ、ということで、さて、それ以外にももちろん商品いろいろと出てくるようなので、はい、その一部をこの後小林さんに、中地さん、いただきたいと思います。はい、大丈夫です。じゃ、それではちょっとこれで失礼します。はい、はい、お願いします。はい、いつも ADMJ をご愛用いただきありがとうございます。なんと ADMJ ザ・ベーシックが進化、新色ご紹介できます。もう ADMJ の専属の、単な厳選された日本の原料を使って、日本の材料で、お作りしているクロコダイル片押し、もう匠と言われている、職人が同じ材料でもしなやかに軽く仕上げることができる、このADMJ のザ・クロコダイル片押しでございます。リアル感たっぷりじゃないですか。すごくないですか？はい。真ん中あたりの人たち。実は、ね、このネイビーも、はい、今までのネイビーとは少し違って、少し明るくなったネイビーになっています。そしてこちらが、パープル。あった？今まで。あ、新色です。ないよね。ないです。ないよね。そしてこちらが新色の、ミリタリーグリーン。これ絶対変になると思う。ちょっとこの見て。稲垣さんがそう言うと、はい、いやいや、これ、オンエアのところまでに、ウェイトリストになっちゃうんで、本当やめてもらえませんか。みんな思ってるって。絶対みんな思ってるって。本当に。いや、私だけじゃないって、今見てらっしゃる平等に、平等に色を。わかるけど。まずこっち、ま、はい、黒。で、今まで、進化ポイント、何が違うかっていうと、後でちょっとコーディネートさせて。ここにね、D 缶つけました、今回。
ってことは、ストラップでコーディネートできます。そして、はい、うちが今回は、彼らのネイビーとライラック。はい、でもちろん、ファスナーポケット、そしてオープンポケット、スナップポケット、はい、ナス管付き、ストラップが付いております。そして、エンブレムもシルバー、箱押しもシルバー。クロコダイル片押しのシルバー、久しぶりにご案内できると思います。そうですね。このネイビーもね、かなりリアル感がございますよ。あるね。で、この蓋がね、はい。ついてるから余計にこのなんかリアル感を、いいバッグでしょっていう空気感出しちゃって。と危険だと思います。はい。彼らはノースブルーでゴールドベージュの裏地です。危険ですよね。うん、このサイズ、私今ヒマラヤで持ってるじゃないですか。はい、すっごい使ってる。なんか最近出番が多いんですよ。本当ですか？パープル。仕事以外の日 で、 で、ね、じゃあちょっと、なんだかんだで、例えば美容院に行かなきゃいけないとか、ちょっと検査に行かなきゃいけないとか、なんかね、注射打ちに行かなきゃいけないみたいな時に持っていくかな。ねえ、なんか新色のパープルは、はい、内側が、トープとイエロー。これ、よくないスタンプルもいいですよね、もう今。そして、ミリタリーグリーン、注目。いいとこ来たな。そして、彼らが、イエロー系の色と、グレー、まあ、グレー、シルバーグレーのような裏地ですね。はい。これ、ちょっと危険ですよね。で、お客様、申し訳ございません。ちょっとお値段が、ヒマラヤだけ、今回、また異なりますが。はい。内側、シャンパンとブルーです。シャンパン。そうなんですよ、やっぱりこのね、原皮の良さでこの軽さと、まあ本当にリアルなお持ち、もうね、私、ザ・クロコダイル片押し。うん、山崎さん、これ、私が、特別につけていただいたこの D 缶で、はい、ストラップでコーディネートしてみませんか？気に入ってるのあるんだって？はい。どれ？これ？はい。これ？私、実は自分の持っている、ネイビーのバッグに、今回、箱押し、金具、ゴールドなんですけれども、あ、ごめんなさい、バッグはシルバーなんですけど、私関係なく、ゴールドつけちゃったりしてます。かわいい。こう、ちょっと。この太さもまたいいね。そうなんです。この、ちょっと細いタイプで、うん、まあ、チョコレートの角ピラって私たち呼んでるんですけど、これをつける。感じが、なんかね、ちょっと縦長のトートと一緒に、このちっちゃめのバッグを私は肩から一緒に背負って、見えますか？こんな感じで持って、可愛くないですか？いいかも。こんな風に、次。ヒマラヤコニ。ダメ？いっちゃいますか？ヒマラヤコニ。見つけちゃった。こんなのあった？もういっぱいいろいろ実は ADMJ の別のストラップちょっとねもう数だいぶね少なくなってるんですけどひたすらタイミングありますよね。オンエアじゃあごめんなさいオンラインショップある時とない時とない時なんか急に可愛くなっちゃってこれそうですね、はい、こんな感じで遊んでいただく、はい、なんかやっぱりもう ADMJ たくさん持ってるわっていう方はご自分でストラップお持ちだと思うので、別売りストラップで、ヘビ、ナチュラルヘビ、私、これ一緒ですね。でもナチュラルヘビで、ブラッキー。ちょっと失礼いたします。黒いいと思うよ。持ってらっしゃる方は。こんな。缶ついたんだ。ダメじゃん。そうなんですよ。ダメではないですけど。なんか、ちょっとこう、素敵。ちょっと、上がっちゃいますか。お願いします。調子に乗って。乗ってください。こんな風に。はい。なんか、こう持てるだけで、やっぱりこうすることが多くなった現代。ね、こうやって、ちょっとこうするのも、うん、あれな時に、失礼します。それで、あとはその、ちょっと知らないところで起きたくないしね。そうなんですよね。いくらね、量がついてるとはいえ嫌なんですよ。なので、はい。手持ちの、今、ある、はい、マレットのテープでももちろん、ありがとうございます。
いいに決まってるやん。平野さん、今これ持ってきてください。まだお客様にこれのストラップデリバリーできてないですよね。あの、新作だから。でも新作ご予約いただいたお客様で、ストラップついてるものをご購入のお客様は、こんなことも。はい。できますと。かわいいですね。いいね。なんかミニトートとこうやって持つ時代になってきたんですかね。その色いいね。うん。もう、本当に稲垣さん、稲垣さんがそういう風に言った色から、今、暗示にかけてる、それ。もうそれも言わなきゃ大丈夫。オンエアできなくなってますから。いや、そんなことない。大丈夫。いつもオンエアの時、ああ、稲垣さんって。言ってない、言ってない。私は、思ってますから。お客様の意思です。はい。でもこのパープルもね。パープル何か行きたいな。パープル、何でも行けると思います。え、何がいい？言って。え、あの、ネイビーのその、ヒスソールがいっぱいついてるのいかがでしょうか。はい。こっち？いや、こっち？こちらで。え、パープルにネイビー？ダメですかね。パープルネイビー。あ！なんか、いけると思います。本当だ。なんか、でもこのストラップは、あの、私のと、あの、友達がバッグより高いって怒られましたけど。でも1個。でもすごい気に入って、気に入って2個ぐらい買ってました。結局何にでも使えちゃうわ。そうなんですよ。うん、あの、坊城優さんもすごい気に入ってくださって。可愛くないですか？あ、こういうなんか。特別感出ますね。このサイズのバッグって今やっぱり、このサイズなんですよね。うん、必要とされてるのは、うん。それでこのストラップがついて、コーディネートで遊べるっていうのは。大変だ。ちょっと欲しくなる。ストラップ一回きちんと整理して、ね、紹介しません？あ、ストラップデイ。うん、ストラップデイ。ストラップタイム、うん。そうですね。もう一度、私も本当に、じゃその時に私が今使っているバッグのストラップとトートとちょっと自慢してもいいですか？わかった。それをさせてあげる。ありがとうございます。でも、まずは、今回この、はい。ちょっと新色の。そうですね。ちょっとあの、まるで黒子かと思うような、型押しの、このバッグは、注目ですね。え、これは7時の方、23時の方を。うん。おそらく、7時だと思います。わかりました。はい。朝、早起き3問。ちょっとね、まだ。はい。古いな、私。いや、私もな、もう本当、うん、祖母に言われてました。いつも朝起きて、私ちょっと、いや、あの、お客様をご存知だと思うんですけど、私ちょっとふくよかじゃないですか。小学校の頃からふくよかだったんですよ。で、学校行く前に必ずマラソンしてから学校行ったり、あの、ちょっと走って。その頃から走ってるんだ。そうなんです。走って、あの、出ようよ、オリンピア。走ってた、なんか帰ってくると、祖母が、早起きは3問も解くって必ず言ってくれました。今降りてきた。そうですね。まあ、私に降りてきた。でも本当になんかこう、クロコダイル型をし、もう、メイドインジャパンのバッグを一つ、こう、ずつ集めていただいている ADMJ のお客様に本当に心よりお礼申します。お礼を申し上げます。なぜなら、本当にメイドインジャパンのバッグが、こう、少しずつ少なくなって、っていうのが、うんうん、まあ今の、こう、店頭行っていただくとわかると思うんですけど、なかなか、やはり私たち以外で店頭でメイドインジャパンのバッグを続けているところっていうのは、ジャパンブランドはもちろんあるんですけれど、メイドインジャパンが本当にこう少なくなってるっていう中でお選びいただいていることを本当に、あの、心からお礼を申し上げます。なので、まあ職人たちと ADMJ と一つ一つコツコツ作ってまいりますので、ぜひ12日、はい、お選びいただけたらと思います。朝の7時の回にこちらのクロコダイル片押しのミニトートバッグ登場すると思います。はい、それでは今日もご視聴ありがとうございました。